まあ、まず、7試合無敗っていうことはチームにとってものすごくプラスなことですし、まあ、一度追いつかれて二度追いつかれて最後のあの時間帯で逆転できたのは、まあ、今の信徒の まあ、いい流れっていうのを試合で表しているのかなとは思いますね。まあ、まず個人としてまあ、正直1点目は、まあ、あれはブルーティーが選手がものすごくうまかったんですけど、まあ、結果的にアシストついた、まあ、そこにパスを出した選択っていうのも良かったのかなと思いますし、まあ、でもあれはブルース選手にありがとうっていうふうに言いたいなと思います。で2点目に関してはまあ、まず中に選手がいるのは分かってたので、まあ、とりあえず縦行ってクロス上げた原選手がああいった形で決めてくれて、まず仕掛けることの大切さっていうのも分かりましたし、まあ、記録的に2アシストできて、まあ、試合に勝てたってことはものすごく自分にとってもでかいなと思います。とりあえず先を見すぎずに1個の試合を勝つっていうことだけが僕たちに今できることだと思うので、まずは次の試合、ずるて戦にしっかり勝つことだけを、まあ、この2週間くらい空きますけど、そこでしっかり、過信することなく、いい準備をして絶対に勝つという気持ちでチーム一丸となってやっていきたいなと思います。で、まあ、その後にその試合が終わってから最後の試合について考えればいいと思うので、今はまず次の試合について考えていけば自然といい結果がついてくるのかなと思います。